CIA で働いていました。当時、私は、ソ連、今ロシアの国家情報将校でした。私は、議長を務めていました。国家情報機関の推定値を修正する国家情報会議の職員として、私は NSC、職員として2回視察に行きました。1回目は、カーター大統領の下、もう1回は、レーガン大統領の下で、民間企業にも勤めていました。その期間中、私は、主にソ連に関係することに集中していました。いずれにせよ、もちろん私はソ連崩壊後もロシア問題に強い関心を持ち続けました。この委員会に組織犯罪という課題を突きつけてきたロシアの発展のより大きな文脈に焦点を当てて証言したいと思います。マネーロンダリングなどの様々な脅迫行為については法執行機関や通常の規制当局がこの課題に苦心するだろうということはほとんど疑う必要がありません。この委員会は間違いなくその取り組みに役立つでしょう。私の経歴について一言だけ言わせてください。私は国家安全保障に従事した35年間のキャリアを1年前に退職しました。そのうち20年間は CIA で働いていました。当時、私はソ連、今ロシアの国家情報将校でした。私は議長を務めていました。国家情報機関の推定値を修正する国家情報会議の職員として、私は NSC、職員として2回視察に行きました。1回目はカーター大統領の下、もう1回はレーガン大統領の下で民間企業にも勤めていました。その期間中、私は主にソ連に関係することに集中していました。いずれにせよ、もちろん私はソ連崩壊後もロシア問題に強い関心を持ち続けました。この委員会に組織犯罪という課題を突きつけてきたロシアの発展のより大きな文脈に焦点を当てて証言したいと思います。マネーロンダリングなどの様々な脅迫行為については法執行機関や通常の規制当局がこの課題に苦心するだろうということはほとんど疑う必要がありません。この委員会は間違いなくその取り組みに役立つでしょう。が、私たちは最も重要な問題を常に解決し続けなければなりません。議長が公式声明で行ったように、今日ここにいるロシア国民に対するロシア語での非常に丁寧で、非常にタイムリーな声明では、私たちは再び我が国の将来の安全と幸福がどのように脅かされるかを考えなければなりません。ロシアは真の安定した民主主義への道を乱し、豊かな社会を市場経済に適応させるという歴史的使命を果たせていない。私の結論は、ロシアは失われていないということだが、これは藁人形のような発言であり、実際問題としてロシアを議論から禁止すべきである。とにかく全員の注目を集めているので、ロシアはソ連の過去といくつかの代替的な未来の可能性の間の沼にはまり込んでいる。明るいものもあれば不気味な暗いものもある。この委員会や他の委員会での公聴会のより大きな目的は、議会と私たちの政治アリーナと報道機関でついに行われている議論は、ロシアの状況と見通しをより繰り返し、ロシアの組織犯罪の脅威がもたらす民主主義とロシア資本主義のより明るい見通しを奨励するためのより良いアメリカの政治政策を知らせることにある。2つの基本的かつ相互に関連する現実。第一に、ロシアにおける法の支配の重大な弱点。第二に、私たちが経済改革と呼んでいるものの盗作である共産主義体制自体が一種の構造化された不法状態だった。ソ連にはもしそれが実際に道具であるならば、たくさんの法律があった。虐待や無視をするために権力を行使した人々の手は通常の犯罪、組織犯罪、公的犯罪、あるいは私が公認犯罪と呼んでいる犯罪が発生する余地を十分に残しており、これらの可能性はもちろんソビエト秩序の崩壊、ソ連の崩壊とともに大幅かつ急速に拡大した共産主義の統治は、全く新しい環境でこれらの現象に自由統治を与えましたが、私たちがロシアの新興資本主義経済と名付けた新しい環境は、私には適切な定義が見つからないものである。民主主義と資本主義の重要な特徴を備えていますが、それは本物の民主主義でも完全な民主主義でもないし、もちろんビジネスや経済面に焦点を当てた本物の資本主義でもありません。私は資本主義のない縁故資本主義という言葉を使います。あるいは資本主義とは少なくとも多くの資本主義という言葉を使います。私たちが意味するのは富を築くための投資です。それはそうではありません。そこでは強固な財産権と優れた企業統治が欠如しており、
投資や富の創造よりも分配、特に富の集中を重視したシステムが見られ、そして何よりもこれは富の抽出と海外国外への流出に関するものであり、私たちはここで資本逃避という用語を使用しましたが、このほとんどについては別の用語を使用する必要があると思います。なぜなら資本逃避はそれ自体ではなく、資本逃避というよりも略奪の逃避だからです。多くの場合資本であり、それは犯罪的な略奪だけでなく天然資源基地から略奪された富でもあり、ブラジルの実業家が事業で利益を上げ、そのお金を安全ではないという理由で海外に送金するのとは違います。これは主に共産主義後の政権の改革者たちがソ連秩序の残骸の中で資本主義を創造しようとした方法に起因するものであり、私が読んだあるアナリストの言葉によれば、彼らは良い共産主義的なやり方で進んだという。基本的に特権的なインサイダー関係に主に依存して任命することによって新しい資本家階級を創設する。膨大な資源と企業はしばしば古い共産主義者の手に投げ売り価格以下で個人の手に渡された。企業は年間の現金価値以下で売却された。収入の輸出入特権はスポーツ基金などの取り巻きに与えられ、教会さえもこれで利益を得ていた。ああ、悲しいことに民営化のプロプスは最初から社会において国家を犠牲にしたぼったくりだった。これに加えて破壊、90年代初頭のインフレによる人々の貯蓄の必要な破壊は深刻な荒廃をもたらした。資本主義に対する国民の見方は当初から、改革派は特定の方針を取った。エイリアン援助協会は国民の理解を構築し、テーマを支持するという課題をほぼ意図的に無視したウェルドン下院議員が、ディミトリ・ブーマ首相と関与することの重要性について言及した際に語った内容は周知のことであるが、ロシア問題をフォローしている皆さんなら、前回のモスクワ訪問の際にニクソン元大統領がエリツィン大統領を訪問し、どのようにして次のように訴えたかをご存知のことだろう。エリツィン大統領と改革チームは反対派の増大に直面して、少なくとも対話を行うよう国民と下院の支持を構築することにもっと注意を払うべきであり、エリツィン大統領はそれは我々がワシントンから聞いていることではなく、我々はひとえに無視すべきだと言われていると述べた。ああ、下院議員と野党、これは1993年のことだった。だから政治的とか無邪気という言葉は似合いすぎるが、私たちの側でそれが何であれ非常に早くから始まった。今これはまだうまくいったかもしれない。彼らが本物の資本家として、本物の企業家として、我が国の強盗男爵たちが行っていたように建設や創造に投資することで新しい富の管理を進めていれば、この富を得ることができましたが、あまりにも多くの場合彼らは自分たちの新しい富が利益を生むように投資できるという自信を書いてこれを実行しませんでした。ロシア、あるいはたとえ彼らがそれを保持できたとしても、ほとんどの場合投資や企業を通じて資源を新たな富に変える方法を知らず、スクリプトに従ってそれを抽出し、ロシアから略奪し、安全な国外に送ったことが多すぎる。この問題に関しては、財政や他の種類の官僚的創造力以外にはほとんど仕事がなくても生産的だった。国家資源と生産力が豊かな国は、国家と社会が貧困化しているのを見て、社会と国内経済は様々な対処戦略で反応した。バーター、貿易国家の月明かりの仕事請求書を支払わないなどの対処戦略があり、その後短期資本債券市場と呼ばれる高金利での非常に独創的な資金調達が行われ、実際には負け知らずのカジノと化し、 IMF が多額の資金を投じたにもかかわらず最終的には破産せざるを得ませんでした。私たちがここで見てきたのは、組織犯罪というよりもあらゆるレベルで腐敗した政府や政治と絡み合った公認犯罪であり、資金洗浄によるみかじめ料などの組織犯罪が幇助され、そして自らも幇助してきたのである。アメリカを含む西側政策の根本的な悪行は、あまりにも無批判に、あまりにも長い間このインチキ円弧資本主義を受け入れたことであり、明白な証拠に反して、この面でウルジー氏の同僚全員を閉鎖できたであろうし、それでも明らかな諜報活動が独自の情報を持ち込んでいったであろうことである。非常に特別な情報源と手法は敏感で敏感な性格だが、これを見るのに知性は必要なかった。無視するには知性の欠如が必要だった。ああ、でも政府だけではなかった。社流、メディア、社流、外交政策の確立、そしてマスアベニューはそれを無視した。
何が起こっているのかを知っていたロシアと西側の監視員らの抗議も過熱しなかった。悲しい結果の一つは経済の安定と成長を目指しながらの IMF 融資が実際には略奪として合法化されたということであった。少なくともあれは奇妙だった。多くのロシア人が IMF 融資の政治的意味をどう見ていたかというと、それはIMF 融資の流用というより盗作だったと思いますが、特に98年7月と8月には流用があったと思います。80年代後半の期間も含めると、この活動の多くはソ連国家そのものの代表者である中央政府軍と KGB の支援の下で開始された。A と2000億ドルから5000億ドルの船が投じられたと推測できるでしょう。資本投資資本の略奪品は今やロシアから出て行きました。その一部は犯罪に由来します。それは税金を逃れようとしていたとはいえ完全に合法でしたが、そのほとんどはグレーゾーンにありました。天然資源やその他の資源への義の取り巻きインサイダーによるアクセスに由来し、現在ではその一部は偽装する必要があるためロンダリングされていることが判明していますが、多くはそれはただ預けられるだけで安全で生産的なところに出てくるだけで袋巣に止まることはなく、世界で最も生産性が高く最もアクセスしやすい経済であるアメリカ合衆国に送られ、いくつかの方向に流れていきます。このままで将来の機会を待っていると言いながら昼寝をする政治のためのビジネス犯罪でロシアに戻る人もいる。その多くはポートフォリオ、不動産、ビジネスに投資されており、その一部は今では政治献金に充てられていると確信している。扇動的な発言のように思えますが、自信を持って言えます。なぜならまず3つの理由から。この種の資金が何をするのかという状況の論理と超党派であり、通路の一方だけに流れることはありません。これらの人々は自分たちが関心を持っている問題や価値観、あるいは政治への影響などには関心がないと感じています。私がこのような発言ができると思う第二の理由は、何年にもわたって報道にいくつかの例があるからです。そして第三に FBI の人たちだからです。この国でロシアの組織犯罪を追っている人たちはそれが今も続いていると言っているが、それが直接の法律違反に関与していないのならどうすればいいのか全くわからないが、法律違反に関与していると彼らは私に言ったので、私はさらに重視するだろう。しかしより一般的な問題や脅威として、この規模の資金が友人を獲得し、その友人がどれほどの影響力を持って政府の政策にどのような影響を及ぼしているかは分かりませんが、それはこの委員会による調査の適切な主題です。アメリカ人は GKO に多大な投資をしましたか。このカジノを市場に出す、これは負けない。このカジノは結局ロシアと西側投機家の利益のためにロシア国家予算を略奪することになった。巨額の利益が抽出された、巨額の損失の危険があった。そのエンタープライズの利害関係者は作家の IMF 融資を奨励する米国政府の政策に影響力を持っていったのか。ソロス氏やその他の人々はまさにそのことを強くほのめかしているが、私がここで描いた議長の絵は ロシアには真の資本主義と真の民主主義が存在し、まともなビジネスが存在するというポジティブな点に十分な注意を払う余裕がないため、意図的に不公平であると言わせてほしい。正直な警察官がいる、クリーンな政治家がいる。最初の点に戻る、ロシア人が選挙を何とか乗り切ることができればロシアは失われることはない。テロの危機は安定した、そしてある程度安定した正当な政府を生み出す可能性があると私は信じている。改革の窓が再び開かれるだろう。それは正しく実行できる、確かにもっとよくできるだろう。過去よりももっと知覚的で誠実で建設的な支援政策の準備ができていることを願っている。少なくとも私たちはコミットメントをやめなければならない。過去の間違い、ありがとう議長。